疲れ様です。ノーズダイブチャンネル小林です。今日が4月の14日です。ちょっと待ってね。14日の金曜日かなです。いやー、まあ朝です。今現場向かってます。堺の方ですね。にしてもあれやね、眠い。やっぱまだちょっと朝肌寒いっすね。ちょっとね、上着を着んと寒いなって感じてしまうぐらいの肌寒さ。はい、じゃあ、この前行った釣りの、釣果、写真出るかな、出せれるかな俺写真。はい、これで出てなかったらめっちゃ恥ずかしいけど、60センチのボラ、なんやボラかいなって思われるかもしれないですけど、まあ60センチなんで重さもあり楽しめました。でこれはルアーで来ましたね。竹パパさんにいただいたルアーで来ました。いやー、まあボラなんであれなんですけど、でも楽しかったですね。まずボラですね。で次がガシラ2匹、およそ素晴らしい。左方向、長吉長原売り割り方面です。です、そうですね、売り割り方面です。今回ね、ワームがもう前いただいたやつがなくて、ほんでその前にダイソー寄って行ったんですけど、ちょっとダイソーにもなくて、そこのダイソーが扱ってなかったのか何なのか分かんないですけど、なくてですね、前ずっと前に買ってた、ワーム、多分アジングザオとかの時とかに買ってたワームが あったんで、それ使って2匹、オキアミ型みたいな、オキアミの形したワームですね、それで来ました。まもなく左方向です。で、最後生後2匹、これはねルアーで来ました。で1匹は食ったっていうよりも胴体に引っかかった感じなんですけど、それでも1匹と、もう1匹はちゃんと食いついてくれて1匹、どちらも30センチぐらいですね。ガシラは15センチぐらい。いやー楽しかったね、すんごい楽しかった。やっぱ釣れると面白い魚ってね。いやーよかったねー、この前も2日前か、面白かった。まあまあまあそんな感じで、釣果5匹ぐらいかな。竹パパさんが3匹4匹とかやったかな。基本的には生後狙い、まあ羽狙いしてあったんで、ガシラを通ずってなかったかな、ほぼ。で、この日ね、竹パパさんから、もういただいたばっかりで申し訳ないんですけど、俺のアジングザオが、まあ、ちょっと結構しなるやつ、柔らかいやつで、根がかりとかした時に復帰しにくいということで、竿を借りたんですけど、なんかそれを後から聞いていただけるということで、ちょっと映りにくいかもしれないですけど、これ
いただきまして、竿を。もうなんかルアーとかワームとかもいっぱい持ってるしね、ちょっともらいすぎな気がするんですが、いただきました。ありがとうございます。改めてありがとうございます。で、まあ、この竿で釣りましたで、次からはね、この日っていうか、その釣りやった日は、昔サビキ用セットでついてたルアーを使って、ルアーちゃうわ、リールを使ってたんですけど、それがやっぱね、もうナイロンが古いっていうのもあって弱いっていうのと、あともう癖がすごかったんで、途中結構ぐじゃぐじゃになったりしたんですよね。なんでもう次からは2号の PE のやつを使って、でなおかつリーダーをつけて、まあ、リーダーの付け方を教わりました。まあ、一発でできるどうか置いといて、付け方を教わったんで、それを練習しもってやりたいと思います。およそ900メートル先、右方向です。まぶ。いやー、んでとりあえずもう楽しかったよね、釣り。もうなんやろ、やっぱ釣れるっていいですよね。その 前までワームとかルアーっていうのはほんまにテクい人じゃないと釣られへんのんじゃないかなと思ってたけど、初心者丸出しの俺でも釣れるって、まあポイントもいいんでしょうし、竹パパの教えもいいでしょうから、ここでこういう風に狙ったらええよって言ってくれば、その通りに釣れてるんでね。そういうのももちろんあるとは思うんですけど、やっぱ難しいんやろうなと思ってて、餌釣りよりもね、勝手に。でももう釣れるし面白いわですね。まあ、そんな感じで、今回も5匹ほど、今回はねちょっと3時間ぐらいやっちゃったんですけど、5匹釣れる。もうガシラだけに集中したらもっと釣れるかもしれんしね。俺は今日はガシラ2匹ぐらい釣って、まあ、一発目はボラでしたけどね。ガシラ2匹ぐらい釣って、で、気分高めて、ずっと生後狙い、鈴木羽根狙いですね。やってたんで。やっぱね、知ってる人は、海の流れとか潮の流れとかを言うんですね。これ、まあ、餌釣りの俺も知っとかなあかんのですけど。で、後輩くんとかも言ってたことが、ああ、やっぱみんな釣り人って共通してやっぱそういうことを見てんねんなっていうのが、潮目であったりとか、流れがこうなって、こういう風に流れてきてるから、そこに魚なり、魚が食うような、餌であるものが溜まったりするから、それを追って魚が来ると。だからそこに流してあげれば必然的に魚は来るでって、来やすいでっていうことかな。やっぱそういうの知ってる知ってへんで聴感にもう雲泥の差が出ると思うんで、そういうの知ってる人ってやっぱ釣りが好きなんやなって思うんですよね。そういうことを、真面目に勉強して、ほんでそれを実践して聴覚を上げてるってことなんで、勉強した結果がそのまま出てるっていうこと。ましてや自然相手なんでね、もうセンサー万別でしょうし、ここの海ではそれが通用したけど、ここの海ではちょっと潮の流れが違うからどうやろうっていうのもあるやろうしね。だからほんま好きな人、上手い人っていうのはやっぱりそのことを知ってないとやっぱ上手くなられへんし、その例えば海に行っただけでもただ単に投げるよりも、そういうことを知っとかないと効率が違うっすよね。だからど素人丸出しの俺が同じポイント行ったとて、多分5匹も坊主の方が多いんちゃうかと思いますわ。何も分かってないんで。釣り好きって言ってもその深く知ってるわけじゃないんで俺も。だから初心者の人とか俺ぐらいのレベルの人やと、もう根がかりばっかりするからこのポイント嫌やみたいな感じに思ってしまう人もおるかもしれん。ていうか俺一人で行ってたら多分ここめっちゃ根がかりするやん、違うとこで投げよってなる。根がかりせえへん。だって俺普段
カレイとか狙ってるんで砂地とかなんで根がかりとかほぼないんですよ。餌投げてたとしてもね。でそういうのをじゃなくて根がかりした時にどうやったら外れんのっていうのを覚えといたら こんな簡単にいけんねんでっていうのがあるんですよ。やっぱそういうところも釣り好きな人 と釣りをあんまり知らない人間の違いかなと思います。いや次回も楽しみですね。ちょっとね土曜日行こうやっていう話をしてたんですが、土曜日が雨なんでちょっと俺はまだ長靴とかその海そういうルアーとかで海の中浅いとこちょっと入ってとかいう装備もないんで、ちょっとやめておきますとは言ってるんやけど、いやー楽しいなー。もう多分ね、まあ、竹パパさんから教えといて思うてこういうのもなんやけど、あの竹は超えたよね。ノーズダイブの中でいっちゃん釣りうまいとは言わんけど好きになったと思う。すまんなだけ超えたわ。まあ、この調子でねサーフィンの方も残りの2人ぶっちぎって行きたいと思います。まあそれはちょっと時間かかるかもしれんけど頑張って練習してね、2人がやってるっていうかあのサーフィンの時で基本俺カメラずっとやってるんですけど、みんなも好きなんですよ俺人がやってんのをね。うわあの人うまいなとか、あの知らんなりにもいやでもザキちょっとこれあの目線下がりすぎちゃうんかとか言うっていう感じのも好きやし、他の人と見比べた時にあこんだけ差あんのって上手い人 とまだまだな人では。なんでそういうのもねやりつつ自分でももっと上手くなって、もう一緒に行った時にねザキとかてっぺんの手を煩わせへんようにね、むしろ俺がテルに教えるぐらいの気持ちで、それぐらい教えれるぐらいね軽く言えるぐらいは上手くなりたいなと思います。あいつらはあいつらでさっき言ってもらうのは困んねんけどな。まあ、竹ももう全然できひんやろうから俺が教えます。はい、本日はここごめんなさい調子に乗りました。本日はここまでにしておきます。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。またちょっとね朝肌寒いんで、体調管理服装等ちょっと気をつけてね過ごしてください。日々の中でちょっと時間があればノーズダイブのサーフィンの動画、ノーズダイブの穴、今日も言わないにゲーム動画に Vlog にショート動画よく言えた、そちらを見ていただいてぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。 TikTok、Instagram やってます。エンディング画面左下のアカウント名検索していただいたら出ますんで、そちらもぜひフォローよろしくお願いします。それではまた後日お会いしましょう。さよなら。次回は6匹。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしく。あんたが大将言え。あ、ミスった。あんたが大将。